邪魔します。信じなさい。うわ、マジ久々。本当に久々だね。いや、ごめんね、仕事忙しくて、全然これって。全然大丈夫だよ。マジで1ヶ月半ぶりぐらいだよね。だってこの前に私の誕生日お祝いしてくれて、そっから出張行っちゃったじゃん。そうだね、6月だから。うわー、マジだ。全然会えなくて寂しかった。ごめんごめんごめん。いや、ちょっと、シャワー浴びちゃおうかな、じゃあ俺も汗かいてるし。シャワー浴びてさ、ベッドでゆっくりしよう。あーいいね、ちょっとマジで早くゆっくり休みたいわ、じゃあシャワー浴びてくるよ。シンジさ、何、もちろん今日するでしょ。いやまあするよ。やっぱ久々だした、まあ、まあ、言わないけどね、まあ、するとか、じゃーん、何それ。それでは今日シンジさんに意気込みを聞いていきたいと思います。何それ、俺の意気込み言わないといけないの。やる前恥ずかしいんだけど、俺そういうこと言うの。意気込みをどうぞ。いや、意気込み、あ、すいません、ちょっと静かに。はい、部外者の方、意気込みをどうぞ。あ、こっち、マイク違うよ。こっち、あ、すいません、ちょ、上の方はちょっと静かに、はいはい、部外者の方は。え、なんですか。意気込みをどうぞ。俺に聞いてんじゃないのこれ。いや、ちょっと、今日は目をお前バチボコにやってやるよこの野郎。お前決めれると思うなよお前。お、調子に乗ってますね。俺にもいいんで。ちょっと静かに伺いしてもらった。はい、はい、それでは何回戦まで行く予定ですか。今日目をお前5回6回お前10回は行くよお前よ。朝昼晩お前一日やってるよ。素晴らしい、調子こいてますね。ちょっと俺に聞いてくれない。前回はワンラウンドで完全ノックアウトでしたが、今日は大丈夫ですか。ああ、めえ、舐めてんのかこの野郎。前回は体調悪かっただけだよお前よ。開始10秒でノックアウトということでしたが、今回は何回戦まで持つのでしょうか。今日おめえよお前、マジでお前やめてって言っても絶対やめよお前。俺15、16、17、18ラウンドまでやってるよお前この野郎お前よ。すごい、調子こいてますね。調子こいている。俺にはいいんだよね。じゃあ、すいません、上の方にもインタビューしていきたいと思います。気合はどうですか。気合はまあバッチリです。まあバッチリっていうのもまああれですけどね。はい、バッチリ。はい、全然、はい、バッチリです。今日は、久々の、会ったあれなんですけど、はい、大丈夫ですか。ああ、もう全然、まあちょっと、まあちょっと興奮は結構してるんで、はい、まあモチベーション的にもすごい高いですし、コンディションもまあだいぶいいと思いますね。はい、久々に会ったということなんですけど、はい、浮気はしてましたか。いやいや、そんなの絶対してませんよお前。それは絶対やってないですよ。はい、下の方にも聞いてみましょう。浮気はしましたか。バチクソにやってるよおめえよ。毎晩お前抱きまくってんだよ。呼んだんだよ。それもお前全部お前満足させるためだぞお前。分かってんのかお前。おい、お前満足させるためにいろいろ飲んで抱きまくってんの。あ、なるほど。私のために、私のためにやったって。あ、はい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 、何でしょうか。俺も技術磨いてんだよ。技術磨いてよお前は。まあ、超絶テクニックということで素晴らしいですね。マイクつっぱい、マイク取んのお前。俺喋ってんだろうよお前よ。何でしょうか。俺はよお前満足させるためによ、最高のお前テクニックお前いろいろ本読んでよ、映像見てよお前いろんな訴えてよ、俺はお前すげえテクニック身につけてんだよ。それでは出張というのは嘘ということでしょうか。嘘に決まってんだろお前よ、いろんな訴えてんだバカお前。早くやるぞ。すごい暴れていますね。だいぶもうすごいインタビューを。ちょっと下の方があれなので。はい、それでは、はい、デートは、はい、今までその出張してる間に何回行きましたか。おめでとう。すいません、これじゃプライベートのことなの。これいや、すいません、選手に聞いてるんで。選手に聞いてるんで。選手に聞いてるんで答えてください。これ以上のことはちょっと言えないですね。それでは出張の時にデートをしたというのは、はい、嘘ということですか。いや、出張はちゃんと行ってます。あ、なるほど。出張はちゃんと行ってます。それでは下の方に聞いてみましょう。出張はちゃんと行きましたか。行ったわけないけどバカ野郎。お前はセックスしかしねえんだよこっちとらよお前。セックスがやることね。すいません、これじゃプライベートなんで。もう行かれるということですか。ダメです。はい、この次のご予定は。セックスがやることねえっつってんだろお前よ。わかるじゃん。すごい。これでは
これダメです。ありがとうございます。ありがとうございました。すみません。ありがとうございます。インタビュー終わりでいいもん。あ、お風呂入りますか？お風呂入ります。すみません。はい。それでは、次に、乳首にインタビューしてみましょう。乳首さん、気合はどうですか？あ、おれー